稲葉博道は、文語国有識藩の、第十代藩主。九頭は長男であったが、母が側室であったため、父、大通りは、正室の清美三郎院との間に設けた、次男、福通を着手とした。明和5年7月2日に、父が死去した後、家督は、福通が継ぐこととなったが、福通りは、将軍、徳川家治に、おまみすることも、 若年ゆえに軽視を指定することもないまま、一年も経たない名は6年6月に16歳で溶接した。この稲掛家海域の危機に、藩の重役たちは慌て、大通りの後を、直ちに愚図が継いだことにして、おまみさせることで乗り切った。このため、副通りは、薄木藩の歴代藩主として数えられていない。ちなみに、愚図が、正室に迎えた国木余韻は、 清美しみ院の命にあたる。反省においては、犯罪請求防火のために借り上げを行い、さらに御用金を承認などに課すことで再建を図ったが、天命の大基金により、藩内が大被害を受け、さらに爆命によって、美野、伊勢の河川不信鉄台に借り出されて、その出費が著しかったため、効果はほとんどなかった。完成12年9月10日。 家督を、次男の照道に譲って隠居する。文化8年、啓発して伊賀入道と合した。文政元年10月28日、67歳で死去した。ありがとうございます。